山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト、チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは、マネさんです。イエーイ。はい、今日はですね、山口県周南市のラーメンショップ熊毛店に来ております。さあ、今日はあいにくの雨ですけども、まあなんでしょうね、美味しいラーメン食べていきましょうよ。さあ、皆さんご存知ですか、ラーメンショップって実は東京都が第1号店、東京都大田区にありますラーメンショップが1号店っていう噂になっております。そして全国チェーンであちらこちらの県にあるので、皆さん検索して行ってみてくださいね。それでは行ってきます。はい、こちらがメニューになっております。僕このお店に来るとだいたいネギ味噌ラーメンしか食べないんだよね。いいラーメンあったら教えてください。そしてこれ、熊毛店に限り無料で食べられるこのたくあんがね、めちゃくちゃ美味しいんですね。本当にご飯とラーメンに合うたくあんって珍しいでしょ。はい、こちらネギ味噌ラーメンの中盛りになります。さあ、こちらのラーメンはですね、濃い味付けと、そうですね、ボリュームたっぷりっていうのが特徴になりますね。だから男性のお客さんの方が多いような気がします。そして大盛りはですね、マネさん食べきる自信が全くありません中盛りでも多いぐらい。さあ、こんな感じでですね、麺はこんな感じですね。おお、美味しそう。じゃあいただきます。はい、ラーメンはね、やっぱりね、豪快にすすって食べろっていう感じで、こんな感じですよ皆さん。そしてネギも味付けされてるので、ちょうどね、スープと溶け合ってすごく美味しいハーモニーを生み出します。めちゃくちゃ美味しいんで、一回食べてみてください。特に男性がハマるラーメンだと思いますよ。僕は好きです。マネさんの感想、男性が好む濃いめのラーメンです。そして思った以上にボリュームがあります。全国展開してます。東京大田区が1号店っていう噂です。ラーメンショップ熊毛店、場所は山口県周南市樋口1227、営業時間はご覧の通り、電話 0833-91-4101 まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ情報を発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたが行ったことある、または行ってみたいお店がありましたら、高評価の方でいいねボタンを押してください。ツイッターでは日々のことをつぶやいております。よかったらこちらの方もフォローしてやってください。そしてあなたのおすすめのお店がありましたら、コメント欄の方に書いてください。いつかスケジュールを合わせて伺ってみたいと思います。子どもの味覚を持つマネさんがお届けいたしました。それでは最後にこれだけは伝えておきたいので、皆さんしっかり聞いておいてください。せーの。